どうも皆さんこんにちは、ノータです。皆様お久しぶりでございます。そして春になりますね。なりましたね。皆さんですね、新チームで新しいグローブを買って気分的に高まっていたり、今から買うよっていう人もいらっしゃると思います。そんなね、大切なグラブ相棒をですね、長持ちさせるには何が必要なのかっていうのが事前にある程度知れてれば、いいかなと言って今日は動画を撮っております。今日の動画は練習時間が皆さん多くなったり、時間がなかなか取れない中で、学生様に向けてですね、グローブの肩を崩さない方法を3つほど紹介していきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。ではどうぞ。プレイボール。グローブの肩が崩れる原因その1、グリスがない状態で使い続けるです。皆さんグリスってご存知ですよね。今日分かりやすいの持ってきました。でグローブってこういう感じで、土手紐を抜いて芯とか抜いたらこういう感じで、中がこういう感じになってて、2つの皮、表側と裏側がこの真ん中にね、グリスが入ったり、まあ、芯が入ったりしてるんですけど、そういう感じでグリスってこう表の皮と裏の皮をピタッと密着させて、まあ、手を動かした時に立体的にしてくれるっていう効果があります。一つはですね、だから人間の手だってこう立体的に動かせるじゃないですか。でこれグリスが入っていないとせんべいみたいにね、ペターンってなるんですよね。ペタペタみたいな。で人間の手みたいな感じで動かしにくい、細かく自分で制限できないっていうところがあるので、グリスっていうのは非常に重要な要素であります。グリスの種類っていうのもいろいろあるんですけども、やっぱりね、グリスを変えるっていうことを知らないと話にならないっていうところがあります。これ柔らかい状態だとボールが入ってそのままポンと出てエラーの原因になったりしますし、まあ、取った時ですね、ただ単に痛いっていうのもありますので、その点ですね、覚えておくといいかなっていうふうに思います。おすすめの方法としては、定期メンテナンス4から6ヶ月ごとに定期的にもうね、もう無条件で変えていくっていうのもいいと思います。で変える時にそのついでにメンテナンスしてもらったりとか、全体見てもらって紐の調整とかもすれば長く使えるのかなっていうふうに思うんですけど、その結局ですね、もうボロボロになってどうしようもなくなってから持ってこられるよりかは、定期的に例えばテスト期間とかに預けて紐の調整とグリス交換をしたらいい感じでできるっていうふうなところもあると思いますので、まあ、いろんなお店様はですね、そこはされてるお店多いと思うので、定期メンテナンスで持って行ったりとか、グリス変えてくださいっていうのを自主的にやるのがいいかなっていうふうに思っておりますので、皆さんよろしくお願いします。プレイボール。グラブの肩が崩れる原因その2、他の選手に自分のグラブを貸すです。これ結構あるんですけど、ちょっとだけ気をつけていただきたいなっていう点がございます。グラブはね、使い込めば込むほどに、大体皆様が使われているグローブって天然皮革のグローブなので、使い込むと自分の手に徐々に合っていって使いやすくなってきます。でその前提で他の方に貸すっていうのは、握り方がまず違う。なんかこんな、ね、握り方したりするとか、自分はこうなのにこう握るとか、あとは手の大きさが違う。私は S なのにあの子は L サイズだ、全然握る場所も変わってくるっていうのと、あとは握力が違う。その子がグニって握るのに対して自分はもうふわっと握るよっていうのとか、あと握力がもともと違うっていうので、握り方が全然違うので肩が崩れてくるっていうようなところがあります。結果シワが寄ったりグリスが寄ったり、全体的に肩が崩れてくるというところですね。シワの原因にもなりますので、その点ですね、ご了承ください。で長期間貸すのは NG だっていうふうに思ってます。長期間貸してたら、うわなんじゃこれってなって帰ってくることもあると思うんですけども、即日だったらギリギリ OK かなっていうふうに思う派なんですけど、それでもですね、先ほど言ったようなことを思っておくと、覚悟できるかなっていうふうに思いますし、ちょっとあんまり握らんとってねとか、ちょっと使い方注意してねっていうふうに一言でもね、言えると、あなたのグローブが、肩崩れを未然に防げるかもしれないっていうところで、これもね、2つ目に入れさせていただきました。プレイボール。グローブの肩が崩れる原因その3、グローブの特徴とは異なった肩で使うと。これはね、落とし穴でございます。よくわからないと思いますので、ちょっとだけお話をさせていただきます。グローブにはもともとね、ポケットの、まあ、ここだよっていうところとか、あとはもともとの形っていうのがあります。で、もう少し踏み込んでいくと、つかみとか、ハサミとかっていうのもありますよね。つかみって言ったらなんかこういう感じで、5本指で、僕の場合ですよ。5本指で、こう、くっと掴んでいく感じかなと思うんですけど、逆に、ハサミ取りって言ったら、こういう感じで親指を固定してこうやって使うような感じで、あ、そんなの知ってるよっていう人もいれば、実際とわからないんですけどっていうのもあったので、以上ここでね、頭を整理していただいて、つかみとハサミっていうところで、特徴ありますよねっていうところで、あとポケット位置っていうのもありますと。
この動画を作るきっかけになったのは、昨年の12月25日に純慶グラブさんより一通のメールが届いたことによります。取扱店独自の片付けによるグラブの早期破損が発生しているというような注意喚起の内容でございました。その中でも型選びの注意点というところで、片付けによってグラブの硬さ、動かし方、挟み方が変わることがあってもポケットの位置が変わることはありません。中央ポケットの設計のグラブを無理にウェブ下のポケットに持っていく片付けは早期破損の原因になるというところで、これを聞いてなるほどと、いろんなグローブにこれは当てはまるのではないかと思い、重要だと思って動画を進めております。で、ハサミっていうのはねよく聞くんですけど、あれ純慶さんから言われたって、もともと純慶さんってこっちばっかりだったはずですよね。もう掴むっていう感じです。ウェブ下で掴むとか、とにかく動かし方はポケットはいろいろあるんですけど、でもこういう感じで使うっていうグローブが印象としては結構ありました。ちなみにここにあるね611もこういう感じでね、使ったり、こういう親指も効かして全部効かしてっていうので、そういうのが人気だったかなと思うんですけど、この度ですね、それを言ったからにはですね新型を出してきたというところでございまして、今日はねそんな紹介もしたいなというふうに思います。プレイボール。はい、でそのねハサミ取りの新型というのがこちらでございます。ドドドンということです。どういうことなんですかと、まあ型の特徴とかっていうのを、まあ簡単に言いますと、まずね人差し指を軸にこことこことここが離れてるんですよね。まあ形で言うとこういう感じです。でこの3本が動かしやすいっていうようなイメージでございます。名前はここに書いてあります。408という型でございます。408はね、まあ、親指も開いてると思いますけど、このまま固定して人差し指もこのままでこっちの3本を動かしていく、挟んでいくというようなイメージのグローブだと思っておいてください。で4という風につくということはセカンドだと思います。これはポケットこっちなんですよね。だからこっちのポケットのものをこっちにつけてください、こういう風に使ったりすると肩が崩れますよっていう話を純慶さんがされております。では4ということは他の 4番シリーズですね、401と比較しましょう。はい、こっち401です。こういう感じですね。はい、401、これはこっち寄りなんです。これカタログにも載ってるんですけど、こっち寄りの、ポケットになります。だからこういう感じでこうですね、こういう、はい、こういう感じで使います。でこっちはって聞くと違うじゃないですかね。ほらほら、親指外向いてて、これね違う角度から見るととても上がりやすいんですけど、まあ、もちろんはめたらここすごい固定されるよっていうのはあるんですけど、4番でもこんな感じで違うってことですね。わかるのかなっていうふうに思うんですけど、ちょっとね角度を変えて見てみようと思います。プレイボール。はい、でちょっとわかりにくいのでこの408型覚えておいてくださいね。でこれ、ここにねこういう角度で見ると分かりやすいんですけど、この辺が、ポイントとなっております、ね、カタログには載っておりませんけれども覚えておいてくださいね。でここを効かす感じで、これポケット位置はこっちであって、こっちではございませんよということで、これをつかみにしてくれっていうのはもうやめといた方がいいと、もう早期のその故障の原因になると。でこっちが401です。全然違うと思うんですよね。こうしても全然違うじゃないですか。親指がもうちょっとこっちに入ってて、ウェブ下で掴むような、ウェブ寄りで掴むような、この2つの違いですね。全然違うでしょ。こういう風に下に向けてみるとより分かりやすい。親指がどれぐらい開いてるかとか、こういう形なんですね。こういう形全然違うでしょ。こうこうこんな感じ、こんな感じという感じでね、ちょっと違うので皆さんにね、あそうかと、なんか無理やりグローブの形つけようとしてたなっていう方がいらっしゃったら、そこは注意が必要だと思います。プレイボール。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。何か一つでもねお役に立てれば幸いでございます。新しい相棒とですね、新しい野球生活をですねスタートさせる皆さんにとって、これがね一つでもいい情報があればいいかなっていうふうに思っております。まだねグローブ買ってないよという人がいれば、LINE からですねご相談いただいてももちろん対応させていただきます。では皆さん頑張ってくださいね。動画にいいね、チャンネル登録、コメントなどもいただけますと大変助かります。ありがとうございました。
動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございます。 YouTube 以外の活動に関してですが、野球道具の選び方を提案するヤバイグローブ屋さんというブログや、 YouTube 上では話せない裏話を語るラジオトータの大きな独り言などを日々更新しております。また Twitter や Instagram の更新もしておりますので、用具のチェックなどはそちらで確認をお願いいたします。道具の相談などは概要欄にあります LINE よりお問い合わせいただけますと大変助かります。皆様のより良き道具選びを微力ながらサポートさせていただきます。ドータでした。皆様大変お待たせいたしました。2月のプレゼント企画なんですけれども、こちらの44グラブになりました。非常にアーミーな感じでグリーンとクリームを使ったグラブとなっておりまして、渋さもかっこよさも兼ね備えております。そして、当選者に関しましてはこちらの方です。散歩ベースボールさんでございます。よろしくお願いいたします。おめでとうございます。そして次回もプレゼント企画何か用意していきたいと思います。よろしくお願いします。